体調不良のため活動を休止していたけやき坂四46の今泉助太だが復帰することを自身のオフィシャルブログで発表した。今泉は医師より一定期間の治療と静養が必要と診断されたことを受け今年4月から活動を休止その後の4ヶ月間は通院しながら回復を目指していた彼女はブログで 少しずつにはなってしまいますが、またお仕事をさせていただけたら嬉しいなと思っています。ライブやイベントなど、皆様のご期待すべてに応えることができないかも、知れませんが、元気な姿で皆様とお会いできるように、心身ともに整えることが、今の自分にできることなのかなと思っていますと、コメントしている。なお、本日八月十八日発売の雑誌、BLT グラフ、ボリューム十二では、 復帰第一弾独占ロンググラビア。1万字インタビュー赤裸々告白。と題した、今泉のインタビューを掲載。雑誌にはこの他、桜井ひな子、信頼真衣、も、乃木坂46、木崎里也ゆりや、AKB48、小野由か、NGT48、淵上舞、HKT48、中川恵美里、工藤春香、モーニング娘。17、 川口春奈のグラビアやインタビューなどが載る。木崎ユリアの、先は、立つ先が正式表記。